そのだただし12月11日から1984年4月2日は日本の政治家、陸軍軍人、定身第一連隊、第二中隊長等を務める。階級は陸軍隊員。戦後一長、田村助役、同村長を経て衆議院議員に当選、内閣官房長官、外務大臣、厚生大臣等を歴任。熊本県天草島出身。 弟の三清は陸軍少佐。5歳、ヨ子との間に生まれた長男の広幸は内閣官房副長官、自由民主党衆議院議員を務めた。また後々妻、天皇校との間に生まれた次男の直人は自身の議員秘書にしている。長長、熊本県議会議員を務めた、園田234の長男として生まれ、天草中学校を卒業し、 大阪市海学専門学校に進学するが、徴兵される。1935年に、現役兵として、不評第13連隊に入営、同年に、幹部候補生となる。兵役を終えて、天草郡下浦小学校助教になり、1937年3月から、本家古施設講師に入社。同年12月予備陸軍少尉に任官し、招集のために退職。 不評第13連隊に、再び入営する。中止方面出生後、独立混成第11旅団参謀部府に移り、1940年、陸軍中尉に進級。1943年、陸軍大員に進級し、空挺部隊である、停身第1連隊に配属される。マリアナ諸島飛行場への陸海軍合同の、強行着陸作戦である、剣豪作戦に、 陸軍部隊指揮官として参加が予定されたが、1945年8月の終戦で、召集解除になり復員する。1946年に、天草軍一長、田村助役に就任し、同年尊長。1947年、第23回衆議院議員総選挙で、初当選。以後通算当選15回。民主党や党派として一期上の北村徳太郎。 当選同期の中曽根康弘らと行動を共にする。同じ熊本選出の大麻忠に志縮、改新党、日本民主党を経て、自由民主党決闘後は、河野一郎に仕えた。1967年、厚生大臣に就任。現職厚生大臣としては初めて、水俣市を訪れ、水俣病に苦しむ患者のやその家族に謝罪、水俣病を公害に認定した。 1968年、森清の死去を受けて森派会長に就任、その田派を率いる。この頃から福田武夫を全面支持し、1972年、各副決戦の総裁選でも、福田を支援。総裁選後、その田派を解消し、藤尾正幸、白浜に吉らと共に福田入りし、会長代行を務めた。1976年、党内の半日首相連合による、 グループ、巨東京の福田派代表として、太平派代表の鈴木善光、田中派代表の江崎雅美と共に、三木下ろしの最前線に立つ。また、大平正義、鈴木善光と話をつけて、大福一本化をまとめた功績を買われ、その活躍もあって、同年の福田内閣誕生では、その他の悲願でもあった首相の女房役である、内閣官房長官に就任した。しかし、 翌年の内閣改造では、幹事長の太平と近い園田は、外務大臣に回り、公認の官房長官は、安倍晋太郎。官房長官留任を望んでいたが、この一件から福田への忠誠心が薄らいでいった。1978年、外省として、日中平和友好条約に署名、調印し、締結を果たす。1979年の40日構想では、 福田ではなく大平正義に投票し、福田派を除名された。1980年、鈴木内閣で再び厚生大臣として入閣、翌年に日米同盟に関する解釈の不一致による伊藤正義外相の辞任を受け、閣内移動で三度目の外務大臣を務めた。鈴木首相の日米軍事同盟を批判的に見直す立場を支持し、政局の焦点に立った。 1984年4月2日、旧成人不全のため死去。70歳没。生前、後継者を指名しなかったため、1986年の総選挙では、長男の園田博之と妻の園田天高校が、双方とも後継者として立候補し、分裂選挙となった。電気に空挺隊と園田忠がある。1955年、ありがとうございます。